イスラムにおける家族のあり方です。このテーマはとても重要だと思います。なぜならばイスラムから見て家族というのは社会の中心、一番重要なところ、一番重要な場所、一番家庭の中で、その場所、いわゆる家庭の中、良いところであれば社会全体は良い社会になるというふうに。でそのためにはイスラムは家族にはあらゆること、まあ、もちろん、義務もあり、権利もあります、結婚する前も結婚した後も、それぞれ には条件がたくさんあるんです。なぜならばいい家庭を作るためには、その条件がある。複雑するためではない、いい家庭です。まあ、例えばね、男性が結婚する、時に女性を選ぶ。で、預言者モハンマドのハディースによると、女性を選ぶ時にあらゆることのために、まあ、いろいろ、まあ、例えば美しさで選ぶ、または財産、お金持ちの方と結婚したい人もいるとか、などなどといろんな条件が、人によって あるんですが、で預言者モハンマドのおすすめのは、ファッファルビザーティディニタリバティアダーク、信仰の深い方と結婚しなさいというおすすめです。いわゆる財産はいつかになくなっている、美しさはみんな年取って、まあ、心の美しさの方が重要です。心の美しさというのはやっぱり信仰の、信仰のことです。そういうことで、モハンマド、預言者モハンマドのおすすめです。じゃあ女性は男性を選ぶときはどういった条件ですか？同じです。良い人、信仰深い人を選びなさいというモハンマド預言者は女性たちにはおすすめ。そうするとそこから始まりなんですよ。じゃあ誤って別な条件に、基づいて結婚どうなるんですか？いや別に何もならないです。その後は自分の意思、自分の考え方は途中で書いて、じゃあ、買いましょうという言い方を作るため。じゃあ、ちょっと、私はこのアーヤで始めたいと思います。アウズビラヒミナシャイトンラジーム、ミンアヤティヒアンカラカラカムミンアンフシカムアズワジャンリタスクノイレイハワジャアラベイナカムマワダタンワラハマインナフィザリカラアヤティンリカウミヤタファカロン。この、説は、コランの30章の21番です。21番の説です。また彼があなた方自身からあなた方のために配偶を作られたのは彼の印の一つである。あなた方は彼女らによって安らぎを得るように、あなた方の間に愛と情けの念を植えつけられる。本当にその中には感慨深いものへの印がある。ここでアラビア語の流れを見ると、最初にはあなた方のために配偶を作られ、というのは最初は結婚です。そうすると愛して人、まあ恋人と結婚する、いわゆる愛した人と結婚するか、またはお見合い結婚、知らない人と結婚するかって、ここにコランに書いてある通りは先に結婚する、その後にあなた方の間に愛と情けの念を植え付けられる。それは植え付けられるというのは後でアッラーは入れるんですよ。だから心配ないです。いわゆる必ず愛している人と結婚するとか、そんな必要はない。まあもちろん愛している人と結婚してもイスラムも問題ないです。ただしその人を待ってもしょうがない時もあるんですけど、いわゆる結婚してから安らぎ得られる、愛が得られるどこからアッラーは入れてしまうから、そういうことなんですよ。
これはこういう、いわゆる、コランの流れですね、文章ですね、もしこれ逆だったら先に愛その後に配偶者を作るのは別です。でもコランの流れはかなり、重要です。私たちは、これはアッラーが決めたのでこの流れはとても、家庭を作るときには、必要な、ことです。じゃあ次、これはモハンマド預言者のハディースですね、責任に関する預言者モハンマドのハディース、まあ、ハディースというのは、まあ、預言者の、言ったこと話したことまたは、やったこと。3番目は認めたこと、誰か預言者の前で、やる。で預言者は別に反対しない。あ、だからそのやったその人がやった行動は一応イスラム的には問題ないということです。なぜならば預言者の前でやったから、そういうハディースということですね。まあイブン・ウマルは、伝えている預言者はあなた方はみんな保護者である。それぞれ一人一人私たちは保護者である。あなた方はみんな各自が保護しているものに対して責任を負っている。まあもちろん次の行はカリフは一応これは飛ばします。その次の行、男子は彼の家族の保護者であり家族の責任者でもあります。主婦は家庭で彼女の夫や子供たちの保護者であり彼らの責任者でもあります。いわゆる大事なのはこれです。この2つの行です。男性も女性も家の中、いわゆる夫も妻もお父さんもお母さんもどの呼び方呼んでも2人とも家の中には責任があります。お父さんの責任だけではなくお互いにそれぞれにはやらなしなければやらなければならないことがたくさんあります。それそうすればやっとこの家は、平和的、いい家庭を作れる。で自分の責任はどうやってわかる。いやこれは私やることではない、よくあるんですね。あなたやるんじゃないかととか、まあ、お互いに話し合って、進めば一番、簡単です。いわゆる家の中には、まあ、いつも私子供にもそういうことを言うんですけど夫婦の間には喧嘩がない家庭はこれは、嘘です。無理です。そんな家庭はないです。なぜならば、まあ、例えばね25歳で結婚するとしますか。女も男も別々な環境で育てた。だって兄弟同士同じ家庭で育てた兄弟でも喧嘩する。じゃあ全く別々の、環境で育てた。私別々言ってるのは別々の国ではなくてもいわゆる違う日本の中でも東京大阪の2人結婚したらそれは喧嘩がない、意見の違いはないとは一切ありえないです。それは無理です。人間だからこそ意見の違いはたくさん出てくる。だって兄弟も同じ家庭で育てても同じお父さんお母さん育てても、意見もの違いは発生する。しかしイスラムでは、問題が発生した時の処理方は一番重要です。暴力とか手を出すのはダメです。これは一切ダメです。じゃあどうする？話し合うです。じゃあ結果としては意見2つあるんじゃないか。じゃあまあ、問題は、誰か、譲る、いわゆるじゃあいいですよって言わないと、問題が続くんです。でも一つの意見は間違っている場合は、で間違っているという基準は何でしょうかという問題が出てくるんです。いわゆる、我々イスラムの家庭の場合はコランと預言者の、
スンナ、いわゆる預言者の話したこと、認めたこと、預言者の行動などに基づいて判断する。じゃあ知識がない場合はどうする？人に聞く。それ簡単です。でも問題が続くのは一番悪いです。どうしても誰か譲る。譲るというのは一番平和的な家庭を作る。そこが、まあ、基準はさっき言ったコランと預言者の、ハディースね。預言。しかし、そこには明確にはない場合はどうするというのは、まあ、もちろん誰か知ってる人には聞く。または理性的に考える。時々イスラム、なぜなら理性に、反対することはないんですよ。かなりイスラムは理性的な、宗教です。そういうことです。そのためには絶対、ちゃんと考えれば、解決見つかるはずです。で、そこは問題が少なくするためにはそれぞれの責任が果たすべきです。で、このハディスに書いてある、男子も女子もお互いには、保護者である、責任もあります。じゃあ、いわゆるじゃあ男性の責任ってどういうこと？もちろんたくさんあるんですけど、そのうちは子どもの教育。子どもの教育をただ学校に行かせるだけじゃない。チェックする。何を学んでいる。正しいことを学んでいるかどうかチェックする。それは重要です。まあ、もちろん友達もチェックする。いわゆるどの人に合っているか、どういった考え方、どういったことを子どもたちの脳に入っているか、かなり若いうちにはチェックしないといけないです。まあ、子どもの育成ですね。これは必要なもの全部しなければならないです。住居。それは男性の責任です。いわゆるアパート、家を借りる、または買う。とりあえず家族のためにはこれ責任、男性の責任です。給仕、これもそうですね。まあ、給仕は食事だけじゃなくて、飲食だけじゃなくて、服も含めて必要なもの、教育の道具、教材などは全部お父さんがお金を出さなければなりません。子どもを公平に扱う。それは当然です。差別してはいけないです。じゃあ、女性、奥さんの責任は子どもの教育、もちろん奥さんも、主人も一緒に責任があります。同じく育成です。ここは飛ばしたのは住居です。これは、奥さんを出すべきものではないです。これはイスラムの基本です。じゃあ給仕も、まあ、奥さんは作る責任がまあ、あるん、ちょっとあるんですが、お金をこの給仕のためには出す必要はありません。これは基本です。また後で説明します。子供を公平に扱う。これは当然です。夫のお金を誠実に使う。これはとても重要です。夫がくれたお金、これは家庭に使ってくださいと。そこは奥さんの、マネジメントね。いわゆる、このお金はどのように、使うか、正しく、正確に、1ヶ月に、まあ、2週間で終わるには大変だから、じゃあ1ヶ月に、分けて使うのはこれは奥様の、やる、べきことです。ここではじゃあ夫がお金少なく、奥さんはお金持ちの時は基本的には奥さんは家庭にはお金出す責任はありません。ただし、同じ家庭だから、これは敵ではない。これは自分の夫、自分の子供だから、ちょっと助けるべきではないか。まあ、べきということは入れたんですけど、まあ、助けた方がいいんじゃないかと。ということです。いわゆる、責任のうち一部ではなくて、でも、やっぱり、貧しい人に普通にお金を施すんではないでしょうか。やるんですね。それで先にやっぱり、もし奥さんはお金があれば、助ける、自分の夫、家庭のためには少しお金出すのは普通だということです。私も
そういう、大変な時期もありまして、妻は助けてくれた時期もあります。まあこれだいぶ前のことです。はい。これはちょっと大変な説ですけど、أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا 先ほど最初に読んでくださいました。يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون この説の中にはさっきも日本語も読んだんですけど、ここでいわゆる私ストップして読みたいのは何というと、アッラーは私たちに何どういうメッセージがこれ含まれている、書いてあるのはあなた方自身とあなた方の家族を守れ。何のこと？最初、人間と意志を燃料とする地獄からあなた方自身、最初は自分、もちろん自分を救わない人は救わない。そうするとあなた方さっきに来てるのはというのはお父さんお母さんも自分でちゃんとイスラムを守ること、礼拝ちゃんとやること、必要ないわゆる、まあ、しなければならないイスラムの義務、礼拝、再会、断食、記者、まあ巡礼は一生一回だからちょっと条件付きだけど別にして、でもこの3つ少なくても礼拝、毎日の5回の礼拝、だからお父さんは礼拝しないで子供には、礼拝を命令しなさいとかちょっと、ダメです。最初は自身と書いてあるのはあなた自分、自分先にやること、いいことをやって次は周りの人、家族には、命令するとか、してくださいとかね、先に自分、いわゆる礼拝、もう一度再開。まあ記者ってお金だから別にこれお金持ちとかある基準以上持ってる人は 2.5% 施せばいいんですけど、奥さんもそうです、夫もそうです、誰でも大人はお金があればやるべきですが、とりあえず義務は、一番重要な義務は礼拝と再開、毎年1ヶ月のラマダン月、それは先にやって人に、教えるということというのはポイントはとても重要です。まあ、これはさっきの、重要なところですね。ね、あなた方自身と、家族。はい。また預言者モハンマドのハディスのことですが、アブフライラは伝えている預言者はアッラーと来世を信じる者はもし何事がを神、来て場合それにはに関して良い言葉使いで話すか、さもなければ、沈黙を守りなさい。だから話すときは、いい言葉で話すか、黙るの方が一番いいです。これはもちろん、家庭の中でも家庭の外で一番大事なのは家庭の中です。家庭の中では問題が発生したときは、いきなり、まあ、口暴力というか、いわゆる悪い言葉を使って必要なんじゃなくて、じゃあ一瞬1分だけ待てば考える、冷静に受けて考えて、その後にはじゃあこうしましょうとゆっくり、だからいいことを話さない限りは黙った方が、沈黙を守りなさいというのはもう黙るべきです。まあ、また次ハディースは続けるんですけど、ここは女性には親切にしなさいという預言者の、命令です。なぜならばすでに女性は肋骨から作られて、います、その肋骨の中でも最も曲がったところは一番、さっきの部分です。もしまっすぐにしようとすれば折れてしまいます。もしそのままにしておけば曲がりはそのまま残ります。まあこれはちょっと深い説明たくさんあるけど、別に女性は悪いとかそういうことはありません。ソフト的な存在だから、
それゆえ女性に親切にしてやりなさいと言われた。いわゆる、別に男性が上とか女性は下とか男性強い女性は上とかそういう意味ではない。でも男性は男性、女性は女性。アッラーは、人間は2種類作ったから、それぞれには強さがある弱さもあります。それを我々守るべきところです。いい家庭作って結果としてはどうする？この説ですね。一緒に奥さんと夫も一緒に子供も一緒にあなた方そしてあなた方の配偶者も歓喜の中に楽園に入れ。わあ素晴らしいですね。いわゆる来世を考えましょうよ。それは相手はまた、家で喧嘩あった場合とか何か問題発生したとこは来世を考えれば全ては簡単に解決できます。全てですよ。どの問題でも簡単に解決できます。いわゆる何のために我々結婚したというと人類を続くため、いい子供社会に産むため、社会には続くこの日本は今人口はちょっと少なくなってるんですけど減ってるんですが、それ考えるべきことです。日本はいいところ、日本人はいい人々だから、じゃあ増やしましょうということも一つの結婚の目的です。とても重要です。そうすると、そのためのそのいい目的のためには我慢しなければならない。またもう一つの目的は来世一緒に入る、楽園に入る。それとても重要な目的です。だって我々何のために現世で頑張っている？もちろん現世のため一部、来世は、多くは来世のために。だって来世は永遠ですので来世のためには頑張っている。じゃあこの結果のためには、あらゆることお互いに、話し合って、来世で合わせて一緒に、楽園に入るのはとても素晴らしいことだと思います。じゃあ天国には何あるんですか？天国の木はアッラーが自ら植えた。素晴らしいところですね。天国の天意はアッラーの玉座です。天国の石、小石は真珠と宝石です。天国の木は、あら、これ同じことだ。ということで、天国の、あ、また同じこと出てる。ちょっとミスです。ごめんなさい。私の話はここまでにします。また、質問で、もっと詳しく話します。もしあったら、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いて、続けてクレッシ先生の方ですかね。質問コーナーが先いいですか。そうですね、質問があれば先に、先でも大丈夫です。わかりました。それでは、最初質問コーナーから聞かせていただきたいと思います。質問のある方、ぜひ、ミュートオンにして直接アフマンド先生におっしゃるか、それか、チャットの方でお願いいたします。チャットの方で書いていただければ、僕が読み上げますので、ぜひ質問のある方遠慮なさらず。私話しないような、質問、待ってる間に話の中では、子どもの責任は、触れてないんですけど、もちろん子どもも責任があります。親を大事にしないといけない。これはとても重要なことです。コランにたくさん出てます。ハディース、預言者モハンマドのハディースの中でも、たくさん、あるんです。
そういうことです。親は年を取れば取るほど、子どもの必要が出てくるので、とても、大事に扱わなければならない、大きい声では親には話してはいけない、遠いところにいればたまに、まあ、たまにというかできる限り電話をして親のことを聞く。大丈夫ですか、元気ですか、何か必要ですか、またはたまにそこの家に戻って親を世話する。もちろん小さい頃にも親の言うことを聞く。親はとても重要な地位が、ハディースによると、預言者モハンマドは、人は預言者モハンマドに聞きました。私は大事に扱うべきものは誰ですか？一番大事はあなたのお母さん。じゃあ次には一番重要に扱うべきも、人は誰ですか？次はお母さん。じゃあ次に重要に扱うべきものは誰ですかと尋ねたら、3回目にもお母さんと預言者が答えた。じゃあ次は、やっと次は4番目はお父さんです。まあもちろんお母さんとお父さんも重要ですが、預言者はそういうふうに、お母さんの方が、お父さんより3倍にしました。なぜならばお母さんは妊娠の時はかなり苦労しました。大変です。僕ら男性たちは知らないんですよ、その難しさは。妊娠中または出産中かなり大変だそうです。それのためにと、まあ、お母さんのいろいろ、子供生まれて1年2年もずっと母乳やったりして、かなりお母さんは、子供を大事に扱うので、ちょっと、子供もお返しに、大きくなったら、まあ、もちろん小さい頃からでもいいんですけど、ずっとお母さんも大事にする、もちろんお父さんも大事にするということです。何か質問ありますか？質問のちょっと前にですね、はい、どうぞ。ビスミラーラハマンラヒムアルハンドリラハビラルミナスラートサラマンラスリルカリム。ですね、今西側の社会、それから日本の社会もそうですけど、まあ、それだけじゃなくて、まあ、残念ながら今イスラムのいくつの国も、まあ、少し西側の影響を受けてまして、まあ、特に日本の話しますとですね、まあ、子供がですね、まあ、今子供の教育についての話ですが、まあ、子供の、まあ、ある意味ではマナーが、まあ、良くない、例えばまず、まあ、親との関係が、まあ、強くないですね、まあ、はっきり言って悪いところが多い。それからご近所さんを大事にしない、親戚のことを知らない、ほとんど会わない、などなどですね、まあ、そういった今これはムスリムだけのことじゃなくて、まあ、日本の今の社会の一つの課題問題ですね。まあ、じゃあどうすればいいかというと、そこはですね、まあ、今日のセミナーもそうですけど、ぜひイスラムの正しい理解勉強して理解をして、それで子どものイスラムの正しいタルビーやいい教育を、ね、するべきではないかと思います。具体的な例は、まあ、後で、まあ、いろいろ話をしたいと思います。じゃあどうぞ、もし質問があれば。ですね、一旦質問は皆さんなさそうなので、このままクレイシ先生の発表の方に移らせていただいても大丈夫でしょうか。クレイシ先生、まあ、先ほどの話の続きですけど、特に、まあ、国際結婚している人、今日参加している皆さんの多分多くの人は日本人のお父さん、奥さんはインドネシア人だと思うんですけど、まあ要するにハーフの子供ですね。今はハーフという言い方しないでダブルという言い方するんですね。まあダブルの子供ですね。ダブルの子供がですね、
多くの子どもはほとんど日本語しか分かりません。例えばインドネシア語や、私はパキスタン出身ですけど、まあ、ウルドゥ語、自分のお父さんのお母さんの国の言葉は教えないんですね。それを教えないと、その国のアイデンティティも子供を持たないんですよね。分からないんですよ。普通の日本人の子になってしまいますね。それだと、先ほど申しましたように、日本のもちろん素晴らしい教育が、学校で素晴らしい教育があって、社会にとてもいいたくさんのところもあるんですけど、でも、こう欠けてるところもありますね。そしたら、もし子供が自分の、ムスリムのアイデンティティ、それからパキスタンやインドネシアの、アラブのアイデンティティがわからないと、これはちょっと問題になりますね。子供、場合によってちょっと精神的にも、負担があると思います。小さい頃から子供が例えばインドネシアに行ってれば、インドネシア語もわかります。日本語もちろん当然日本の生まれ、子供が多いので日本語は問題ないんですけど、少なくとも2つのこと言葉を話せるようになると、インドネシア、例えばインドネシア行ってインドネシアの親戚につながるんですね。そうしないと、ある程度大きくなってインドネシアそれて行っても言葉はまずわからない、文化の違い、それからまあ僕の子供は汚いって言って、まあ、日本に戻りたい、戻ってしまうんですね。そういうことにならないように、まず私のアドバイスとしては、そのお母さんまたはお父さんが自分の日本語以外の言葉もぜひ最初から教えた方がいいですね。ですね、だいぶ前ですけど、20年前にですね、パキスタンの、偉い、まあ、ムフティですね、学者、日本にいらっしゃった時に、その時私の、上の子供、長男が、まあ、まだ小さい1歳の時ですね、子供のそのイスラムのこと、教育のことを心配して、私がムフティに質問しました。どうすればいいか。子供ある程度大きくなったら、パキスタン教育のために、イスラムの教育のためにパキスタン連れて行った方がいいかという、私が質問したら、そのパキスタンの学者が、そうじゃなくて日本で頑張ってイスラム教育してください、そのためにできるだけ頑張ってイスラムの学校作る努力してください、同時に子供に必ずパキスタン語、まあ、ウルドゥ語と言いますけど、ウルドゥ語を教えてください。で、言葉っていうのは、その言葉だけじゃなくて、言葉と一緒に文化、その国の文化も一緒に子供が学ぶわけです。私は自分の子供には、まあ、ウルドゥ語しか話をしないんですけど、アルハムドリラ、私の子供は、まあ、ウルドゥ語も、もできます。そしたら子供たちが、パキスタンにいるいとこたちとも非常に仲良く、いつもパキスタンに行きたいっていうぐらいですね。で、言葉、日本語以外の言葉、一つの言葉でも覚えると、将来仕事にもつながりますね。一つの言葉、日本語以外の一つの言葉を覚えちゃうと、今度アラビア語や英語も非常に簡単になります。だからぜひ皆さん、私が会ってる多くの国際結婚してる人たちの子供、大体日本語しか話せない人が多いですね。それは非常に残念ですね。ダブルの子供には日本語の他に自分の言葉もぜひ教えてください。そしたら小さい頃から自分の国ぜひ連れて、自分の国の文化も教えてあげてください。そういうことをすることによって、その子供がもちろん日本ムスリムとしてのアイデンティティもありますし、例えばインドネシアのムスリム、インドネシアのアイデンティティも大事にするでしょう。そしたら、先ほど一番初めに私が申しましたように、今の問題点、若い人の問題点は
ある程度解決できるじゃないかと思います。で、もう一つはですね、自分の家の近くのマスジド、モスクに子供を連れていくことは非常に大事だと思いますね。その例えば医者の礼拝でも、いいので一日時間のある時、また金曜日とか土曜日、日曜日の勉強会の時とかですね。そしたら子供が学校の普通の日本人の子供以外でも、ムスリムの子供の友達ができるんですね。そしたらムスリム同士が子供友達になって、行けばその精神的にも強くなるんですね。一人だけだったら学校でみんな食べ物が違う、いろいろムスリムだけはこういうことしちゃいけないことになると精神的な負担もありますね。だからムスリムの友達も救ってあげた方が、そういう環境に入れた方がとても重要ではないかと私は思います。まあ教育に今の問題点の話をするとですね、そういうふうに子どもの教育のために我々、最大の努力、ジハードとして最大の努力をしないといけないんですね。そうしないと子どもたちが本当に大きくなったらムスリムのアイデンティティをもうなくしてる人、子どもが圧倒的に多いですね。それは非常に残念です。アメリカやヨーロッパにも50年前にムスリムの国から移民していった人たちの子どもはもう第二世代はまず、ほとんどムスリムアイデンティティをなくしてしまったんですね。そういうことを日本でも、起きないように、まあその方向ですけどね、残念ながら、多くの子どもは20歳25歳ぐらいになっている子どもは、多くの子どもは親はムスリムだけど私は違うという子ども圧倒的に残念ながら多いです。今からでもまあ遅くないので、ぜひ皆さん、自分の近くのマスジド、または今コロナの影響で、オンラインの、今日のセミナーもそうですけど、いろんな授業ができるようになってですね、そういう機会を増やした方がいいと思います。はい、とりあえず以上です。ジザ君、ありがとうございます。それではちょっとチャットの方で質問が来たので、先生二方にお聞きしたいと思います。それで最初の質問は、ムスリムの旦那が子供のイスラム教育を改宗した妻に押し付ける場合は対応どうすればいいですかとのことなんですが、それでお答えいただけますでしょうか。じゃあハルンさん最初どうぞ。どうぞ。そういう経験があるから私の妻は生まれつきのイスラム教徒であるし、同じアラブの人ですので、先生といってもやっぱり経験は必要です。どうぞ先に。要するに、奥さんは改宗した奥さんですかの場合の教育どうすればいいですか。そのためにやはり、また繰り返しになりますけど、環境ですね、いい環境に最初から入れておく、近くのマスジドまたはネット通じていろんな女子たちの今勉強会があるので、そこを参加できる機会を作ってあげるんですね。そうしないと旦那さんが教えても、外国の宗教になってしまうんですね。アラブの宗教、パキスタンの宗教になってしまいます。そういう勉強会に奥さんが行くと、他の日本人のシスターも頑張ってるシスターもたくさんいい例の学ぶ機会があります。ぜひそういうところを入れてあげた方がいいですね。もう一つ教えがあります。
これはハディスかどうかは確かではないんですけど、まあハディスがなくてもですね、教えは、新しい、回収したい人は、まあ預言者様 の、のゲストみたいな立場になるっていう、まあ多分ハディスではないかと思うんですけど、まあ要するに、回収した人、イスラムに入った人を大事にしてくださいっていう意味ですね。そういった意味でも、回収した人には、まあ、優しく教えるのは、子供と同じ扱いしてですね、少しずつ優しく教える、べきですね。残念ながら多くの、旦那さんがですね、もう一日目から厳しく、これもやれあれもしなさいっていうことを、厳しくする人が多いですね。それも非常に残念ですね。そのイスラム以外でもですね、この文化とイスラムことも一緒にしてしまうんですね。それも間違いです。例えばパキスタンの人だったら奥さんにその着るシャルワールカミズというんですけど、そういう服装にしなさいとか、あと毎日、家でカレーがないと止まらないとかですね、奥さんにも毎日カレーを作ってカレーを食べさせる、それから自分で食べなさい、かなり大きな負担ですね。例えば服装については、必ずこうアラブの服装とかパキスタンの服装を着ないといけないことはないんですね。そういうシャリアの範囲で許されている範囲でですね、日本の服装でも構いません。そういったところですね、優しく教える。でも優しい、後にするのも良くないんですね。回収しても、まあ、ゆっくりやればいいっていう考えの人もいます。そしたらその後の時間って来ないんですよね。もう何年経っても子供生まれても、奥さんが何も素直の勉強する機会もないし、変わることもないんですね。それも良くないんですね。特に子供が生まれた後、子供の教育にもつながることですから、まあ、バランスをとってですね、最初からそのイスラムにの理解したシスターにつなげることは大事だと思います。はい、とても素晴らしい、ハルンさんの答えは経験の、に基づいた、お答えだと思いますけど、別に追加ことすることはないというのは、私もちろんハルンさんの同じようにイスラム教徒になって、いわゆる改宗してアラブ人になる必要はありません。パキスタン人になる必要はありません。自分の食文化を変える必要はありません。もちろん酒をやめる、豚をやめる別ですけど、でもハラルラーメンとか、天ぷらとか寿司、刺身、日本のお好み焼きなどは全部普通に食事は豆腐とかなど、それはそのままでいいんですよ。それは変える必要はありませんね。いわゆるイスラムイクワルカレーとかだってハラルのレストランはほとんど、インド系の方が経営しているので、イスラムイクワルカレーとかイスラムイクワルアラブとかそんなことはないです。そのまま自分の文化を守りながら、いわゆる日本人であり誰であり、どの民族でも自分の文化のいいところを守ってください。まあ、もちろん、悪いところはアラブでも捨ててます。それはもちろん当然ですけど、日本は道徳たくさんあっていい文化ですから、守りながらイスラムの教えに従う。で、奥さんの教育とか、まあ、ご主人、逆にまた、奥さんがイスラム教徒でご主人が改宗して、でその場合もありますけど、どうする、必要なところから始まる、いわゆるいきなり全てではない。例えばね、記者の払い方とかは最初は必要ない。一番重要なのは毎日の礼拝のこと。じゃあそこから始まる。なぜならこれは義務ですから。礼拝の仕方、また清明の仕方、例えばハッジの仕方、必要ないです。ハッジ行く直前に教えればいいんですよ。そういうことなんですよ。そうすると必要に応じて少しずつ少しずつ教える。いきなりではなくて、ゆっくりと
教えるのは一番重要です。必要ないものは教えなければいいです。なるほど。ありがとうございました。それでは、続いての質問を読み上げたいと思います。子どもの教育の、役割分担について、質問したいです。お父さんがクルワンを教える、お母さんはマナーを教えるとか、そういう役割分担のことについて、お聞きしたいです。そして先生にお聞きしたいのですが、先生はいろんなダーワ活動に積極的に取り組んでおられて、お仕事もされていらっしゃって、多分お家にいる時間も限られているのではないかと思います。そこでどうやって奥様と子どもの教育を分担するのでしょうか、教えていただきたいですということです。それでは先生、ご回答の方よろしくお願いします。じゃあどうですか、ハロンさん。まあ、私の場合はですね、アルハムドリラ、まあ、家も会社もマスジッドから近いんですね。それは、そのために私、努力しました。遠く住んでたんですけど、私が住んでるのは大塚マスジッドの近くですね。で大塚マスジッドの近くは、まあ、家賃が高いんですよ。でも、無理して、当時赤羽に住んでたんですけど、マスジッドの近くに引っ越ししました。ちょっと犠牲、してですね。で、今、アルハムドリラ、家も会社もマスジッドに近いので、で、会社も自分の会社経営しているので、時間が、まあ、自由、まあ、取れるんですね。で、私の場合は、まあ、アルハムドリラ、家内が、まあ、イスラムについて、まあ、かなり私よりも熱心、それからコランも私よりもできるので、先ほど、コランを教えるのはお父さんの役割だって言ってましたけど、私の場合は違います。私の場合は家内が子供にコランを教えています。もちろんマスジッドの先生もそうですけど、そこはまあ、できるだけバランスをとってですね、で例えばじゃあ自分の会社経営してない人はどうなるのか、朝から夕方まで働いてる人、そういうの場合はですね、そういう意思があればね、そういう教育ちゃんとしてる意思があれば、家帰ってからでも、土日でもアッラからの、そういう意思があればアッラからの恵みもあるでしょ。アッラぜひ絶対に、アッラの恵みがあって、バランスを取れるはずです。ですからまず意思は大事ですね。子供の、いい素晴らしい教育、イスラム教育、させたいという意思があれば、インシャラ、アラの恵みがあって、慈悲があって、バラカがあって、バランスを取れるでしょう。はい。じゃあ私の場合は、どうしましょう。私の考え方では、一応アッラーのためにやるとアッラーの助けが絶対来ます。いわゆるサハーバ、まあ、もちろんよく言われる君たちはいつも、歴史のことを言うんですけど、でもとてもいい例だから、悪い例ではなかったから、どうしても私たちは昔のことを言わなければならない。いわゆるサハーバ、預言者の周りの教友たち、預言者の初め信じた人たちはサハーバというんですね。彼らは、イスラムを広げるために、ダーワのためには出たんです、家に一切戻っていないサハーバも、インドにも聞いたことあるんですけど、中国にも、ロシアでもトルコでもヨーロッパでも、お墓があるんです。戻っていないです。そうするとアッラーのためには出て、じゃあ奥さんはどうする？もちろん理解してくださっています。まあもちろん我々そこまで今犠牲はできないです。サハーバは特別な人間でした。我々そこまでしなくても、済むです。というのは人が多い。だから例えば今私はインドにいきなり行って、そこに帰って、日本にも戻る必要はないとか、そこまでをしなくても、今のところは、今の時代にはそこまではしなくても、しかし、まあハルさんも言ったように、バランスが、そこがどこから来るというと、お互いは自分の家庭は、
アッラーに、例えばお父さんが出て、でも何のためにお父さんが出た？アッラーのために家を出た。その、部分、いわゆるお父さんが、開けた部分でね、家の中に開けた部分はアッラーが何とかして埋めるんですよ。それは恵みとして。だから、アッラーのために頑張れば、アッラーは、捨てることはありません。自分の家庭も守ってくださるというふうに我々信じているから、ダーワにはイスラムのためには、時間を有効に使っています。有効というのはもちろんバランスを図って、やっています、コランとか教育の役割分担は、まあ、ないです。できる人やれば一番別に決まってはいないです。基本的に奥さんの方は私の妻の場合は、まあ、私より時間が家に長いので、もちろん、モーラルと道徳と、コランも担当、全ては担当です。ほとんど全てです。で、まあ、私はたまにチェックする。で、私は行動、いわゆる子どもの行動を見て、外に連れて行って、社会を見せて、いろいろ監視しながら彼らはどう成長しているか見るのは、まあ、私特別です。これはイスラムの教えとそういう役割分担ではなくて、私の家庭は大体こういう役割です。以上です。まあ、ちょっと追加ですけどね、もちろんあのお父さんお母さんも頑張って教育するべきですけど、それだけじゃ足りないですね。正直そのために繰り返して近くのマスジド、またはオンラインで先生を頼んでですね、コラン の正しい発音で、例えばコランを教える、イスラムの他の教えのために、そういったクラスに参加させる、それはとても重要ですね。お父さんお母さんだけの時間また努力は足りないと思います。まあ、あの私一時的にはシリアに戻って、子どもはそこにシリアで、成長したんですが、大きくなった。でも子どもの時は、まあ、あのシリアだから、まあ、近いマスジュではあっても、私どうしてもあの先生のコランの先生のところには、1時間かかる車で連れて行きました。毎日毎日朝連れて行って、夜戻って、また家に連れて帰るということで、だから日本だけは、ちょっとマスジェドが遠いだから行けないとか、私もシリアでも遠いマスジェド、近くのマスジェドは300メーターがあるんだけど、やっぱり違うマスジェドに連れて行ったのは、3ヶ月夏の間にずっと毎日連れて行く経験もあります。はい、以上です。ありがとうございます。で、続いての質問なんですが、良い配偶者はどのように見つけれますかという質問です。それでは先生お答えお願いいたします。これはまあ今 その第二世代のまあ一つの問題でもありますけどね、大きくなって今度どうやって結婚するのか、大塚マスジドでは、まあ、お見合いのサービス紹介することもあります。実は私自身も、まあ、お見合いで結婚したんですけど、マスジドのお見合いでですね、紹介で。今、大塚マスジドでも、そういったサービスあります。他の団体でもあると思うんですけど、まあ、それが一番おすすめですね。紹介してもらって、そこでゆっくり考えて決めた方が、冷静に考え、決めることはできると思います。でそのためには、まあ、マスジドもそうですけど、今、たくさんの親も参加してるんですけど、皆さんが、他の子どもにはちょっと紹介してあげる義務もあると私は思います。
まあ、あのこれは別に、まあ、もちろんそうですけど、あの奥さんを探す、私講演中に話しました、いわゆる何に基づいてどういう基準をさ、何どんな人を探すか、やっぱり預言者の勧めは宗教、または信仰の深い、まあ、奥さんもそうですけど、あの夫も妻も一緒にお互いに、女性は男性を選ぶときは宗教に基づいて選ぶ、男性も女性を選ぶときは宗教に基づいて選ぶ、とても重要です。これはもちろん、ここそこから始まると、絶対いい家庭になります、うん、それはまあ、あのだから言ったあのやっぱり自分の同級生気に入ったとか、それは別に悪いことではないが、基準はどうですか。自分の同級生いいんですけど、本当に宗教深い方、または改宗して本当に心から、いいムスリムになりたいか、まあ、男性女性もお互いとか、結婚のためにだけ改宗するのは良くないです。いや、これは個人個人改宗するのは個人個人、イスラムに入って個人個人の責任があって、来世も責任があるから、だから夫のために奥さんのために改宗するはいいんですが、やっぱりそれぞれは、考えるべき、いわゆるいいムスリムになる、ただ結婚して終わりとかそういうことはありません。はい、まあ、改宗するきっかけはですね、まあ、いろいろあるんですよ。まあ、日本の場合は、まあ、主にあの結婚のきっかけが多いですけど、まあ、法の4のきっかけとか、イスラムの国に行ったきっかけとかですね、留学したきっかけとか、まあ、私に言わせるとそれは、まあ、あくまでもきっかけですからどうでもいいんですけど、その後は大事ですね。今日も参加しているたくさんのお父さんが、もしかしたら結婚のきっかけかもしれないですね。それはいいですね。それはそれでとても素晴らしいことです。ハディスではあのアッラーが誰にヒダヤ導いてあげるかというと、特別を愛している人にしかアッラーがヒダヤ導いてくれないです。だからきっかけはまあ結婚ですけど、要するにアッラーに愛されているということ、特別を愛されているということです。それを大事にしてですね、あの皆さんぜひあのどんなきっかけでもいいんですけど、あのアッラーを大事にして、アッラーの教えを大事にして勉強して、アッラーの教えに従って生活、イスラムを学ぶのは大事ですね。まあ、それはきっかけの話ですけど、まあ、あの結婚は繰り返して冷静に考えた方がいいですね。冷静に考えるのはためには、まあ、お土産がおすすめです。はい。どうぞ、次は。はい、ありがとうございます。それでは続いて、これ、イスラムに改宗された人からの質問です。子どもの責任として親を敬うことが重要であると言っておりましたが、改宗を機に親子関係が悪くなってしまう場合があると聞いたことがあります。その場合に子どもは親に対してどのように振る舞えばいいでしょうか。また関係を再構築するために子どもは何をするべきですか、という質問です。私始めていいですか。はい、まあ、この質問結構私にあの来ます。まあ、周りにいろんな人がいて、それで、親との関係はどうする、回収してから、親は大事にしなければならない。親は別宗教、仏教であってもキリスト教であっても神道教、何どの宗教でも大事に扱わなければならない。いわゆる預言者ムハンマドは、大事に扱うべきものは、誰ですかと聞かれた時は、お母さんお母さんお母さん、その後 お父さんと、これは別にムスリムのイスラム教のお母さんとか言ってないです。だからお母さんとお父さんはすごく重要な存在です。かなりかなりかなり大事にしないといけない。ただしお母さんにはお父さんにも、酒飲んでくださいと言われた時は優しく断る。いわゆるイスラムを違反するものはもちろん、彼ら2人、お父さんお母さんに対して優しく断る、しない。
そうしない、それ以外、いわゆるイスラムの教えに違反しない命令された場合は、もう従うしかないです。はいはいはい、わかりました、やりますやりますと。それはとても重要です。お父さんとお母さんは優しく扱えば、自分の子供も優しく扱って、くれるので、それは、もう継続に孫も自分の子供と、そうするとずっと、家族は大事にしていい社会に、なります。お父さんとお母さんから回収してから離れて、喧嘩して、捨てるとか、そんなことは一切ありえない、ダメです。イスラムのおすすめは、回収してもお父さんお母さんより大事にしなければならない。以上、どうぞハロンさん。イスラムの正しい理解人、正しい理解をする人であれば、環境は良くなるはずです。親孝行するべきです。私の、例もそうですけど、結婚するとき、義理の父母がイスラムについて理解がなかったので、あまり、反対までいかなくてもちょっと喜んでなかったんですね。でも私は、義理の父母、自分のお父さんお母さんの存在ですから、大事にしないといけない。ずっと最初はいろいろ悪くイスラムについても言われたことあります。でもそこはサバルですね、忍耐ですね。怒る必要はありません、ずっと大事にして親孝行しておけば絶対その環境は良くなります。私の義理の母が3年前に亡くなって、で亡くなる前にシャハダアルハムドリラして、で今義理の父が90歳近くですけど、私と一緒に今暮らしています。非常に仲いいです。でですね、私の子供がですね、おじいさんを連れて時々時間のある時外行きます。ご飯食べに行きます。そしたらみんなおじさんのこと羨ましいと言います、店の人とか。なぜかというと、今日本では孫がおじいさんおばあさんの面倒見るのはちょっと珍しくなりました。残念です。田舎や池はちょっと違うと思うんですけど、今東京の話、都心の話ですから、今参加している日本人のお父さん奥さんはインドネシアの場合は、子供もいる家庭はですね、ぜひ子供たちには、おじいさんおばあちゃん、ムスリムじゃないかもしれないのお世話するのを教えてあげた方がいい、させた方がいいですね。それは非常にいい教育になります。私の場合は子供アルハムドリラですけど、おじいさんのお世話します。一緒に出かけます。そしたら非常にこれイスラムの教えもそうですけど、アッラーからのアジェル保証褒美があるでしょうし、いい教育につながると思います。ぜひ皆さんもそうしてください。自分の、子供に、日本にいるおじいちゃんおばあちゃん、また親戚のお世話、または時々会うように、教えてあげた方がいいと思います。ありがとうございます。それでは、ラスト2つの質問にしたいと思います。それでは、最初は日本で学校にインクルーシブ教育を入れています。その中には LGBT に関することも含まれており、日本で子どもを育てるときにイスラムの考えから見れば LGBT についてどうやって子どもに伝えたらいいでしょうか。特に10歳未満の子どもの教育に対して、ということで、先生こちらの方を答えていただけますでしょうか。LGBT のに関してよく質問は最近出てきてるんですけど、私の考え方なんですけど、いつもそういうふうに答えるんです。イスラムは LGBT はもちろん禁止です。ダメです。それは別です。ただし、禁止しても
その人たちどう見ているか、人は自由です。我々関係ないです。いわゆる、もちろん我々しない、おすすめしない、自分の子供には、そういうおすすめはしないが、既存、人間は人間だから、これは創造したのはアッラーだから、私たちも彼らも人間だから、よく扱うべきです。祈るべきです。いわゆる彼らを導く、ために、正しい道に、戻るために、祈るべきです、で、なぜこの道を歩んだか、またはどうしてここまでこういうふうにやったか、それはまあ、研究し、で、子どもには一応子どもの話ですけど、10歳未満の子どもにはこれは間違ってる、でもその人たちはいじめてはいけない、それは絶対そういうふうに私は言います。まあ、そういう教育またはそういうこと好きな人はまあ例外ですね。で、多くのそれイスラムと関係なくですね、日本の社会でももうこれは認める人は少ないし、良くないと思ってる人はほとんどの日本人もそうですね。ですからまあ子供に、さっき先生先生に言ったように優しく教育して必要であればね、私の場合はそういう教えることもないんですね。自然に子供がこれがダメだってこと理解してるはずですね。場合によって、まあ、優しく教育して、あとはアッラーにドアですね、それはとても重要ですね。アッラーが子供たちに、子供たちのことをいい正しい道に導くように、ドア毎日しておけばインシャアラアッラーが子供たちを守ってくれます。まあ、これは同じこと、例えばね、すみません、一つの例ですけど、イスラム教徒の中でも酒を飲む人いるんじゃないですか。それはもちろん我々これを正しいことをやってるは絶対言えないです。間違ってることです。酒、イスラム教徒 でもでありながら酒を飲んでる。じゃあどう扱うか、祈る、正しい道に帰るため。だから同じように LGBT も同じことですよ。イスラムから見て間違った行動ですけど、いじめることは一切なく、共存する。一緒に、近所であり、あったら、例えば優しく扱う。まあ、正しいことを教える、祈るということです。同じです。はい。なるほど。ありがとうございます。それでは、最後の質問の方を行かせていただきたいと思います。もともと違う宗教で、その違う宗教の旦那さんと一緒に結婚しました。ただ、私だけイスラムに改宗しました。旦那と違う宗教になってしまい、義務を続けることが困難になっているのですが、どうすればよいのでしょうか、という質問です。これはね、まあ、難しい質問です。基本的に話しましょう。奥さんはイスラム教徒で、ご主人はイスラム教徒ではない場合は、結婚はしてはいけないです。でも結婚してからの話になってしまったでしょ。例えば今、まあ、例えばね、アメリカ人夫婦、クリスチャンであって、奥さんは改宗してイスラム教徒になった、でご主人は、そのままクリスト教、これはイスラムからどう見てるか、だから結婚する前の話ですけど、と結婚した後、今は結婚した後で、まあ私聞いた話によると、家庭崩壊はイスラムはおすすめはしない。だって、もう結婚してるですので、子供もいるかもしれない、または好きな人だから、離婚したくない。じゃあどうすればいいというと、いや、まあ頑張って、少しずつイスラムを教える、イスラムの正しいモーラルを見せる、回収するように、導くということは頑張る。で、私聞いた話、私はちょっとそこは難しい質問ですけど、聞いた話によると、ヨーロッパのムフティとか、
まあちょっと学者によるとによって奥さんは我慢しても大丈夫ではないか、離婚しなくても、しかし古い、話、いわゆる昔の話を言うと、離婚するべきというふうに。でも今は学者はちょっと違う意見を出した学者も聞いたことはある。ちょっとはっきりは、分かりません、申し訳ないです。知っていることは全部言いました。はい、ハルンさん何か聞いたことありますか。はい、今の質問はちょっとよく分からなかったんですけど、旦那さんがムスリムですか、それも旦那さんがムスリムじゃなくて、2人とも別の宗教だったんですけど、結婚してから奥さんの方がムスリムになったと。あの、はい、で男性の方はまだムスリムじゃないっていう方からの質問ですね。はい、一人私がしてる日本人の夫婦の話をしますと、旦那さんはクリスチャンだったんですね。で奥さんは、普通の日本人、まあ、要するに仏教だったんです。で奥さんがアラビア語を勉強するようになって、奥さんだけが改宗しました。 でその結婚はそのまま5年ぐらい続けて、で旦那さんはクリスチャンのまま、奥さんはムスリマのままで、5年後旦那さんもイスラムに入って、で今どっちかというと奥さんよりも旦那さんの方が圧倒的にいいムスリム、とても熱心なムスリムの例もあります。ですから一言で答えられないんですけど、奥さんが、毎日アッラーにドアして、旦那さんのヒダヤ導きのためにドアすれば、あと努力すればインシャッラそのうち二人にもヒダヤがあるでしょう。まあ基本だからさっき言った家庭崩壊はあまり、よろしくないことですから、何らかの形で結婚を守って家庭を守ってドアで、なんとかご主人も、回収するように祈るということですね。はい、ありがとうございました。それでは、これで質問コーナーの方終わらせていただきたいと思います。質問くださった方、また、答えてくださった先生方、本当にありがとうございました。